要のないエロを追求していくスタイルだろ。で、必要のない喧嘩をしていくスタイルなんだよこの人。爆発的に出ちゃったんですよ。サロメといえばワイルドというよりビアズリーになっちゃったんですよ。これワイルドの名誉のために一つ言っといてあげるとね、ビアズリーの挿絵のイメージが勝っちゃった理由の一つは、肝心のサロメの劇が上演できなかったっていうことに、上演禁止って、この劇はダメですね。なんでだと思う？さらにですよ、このオスカーワイルドのフランス語力をね、おちょくってるんですよ、うん、こんなギガまで書いてない。このオスカーワイルドアットワークっていうね、書いてるんですけども、これを見るとここにファミリア聖書ね、ここにトワコンって言って、これさっきのフロベールのワイルドがネタ元にしたエロディアードが入ってるフロベールの小説、フランス語の辞書、フランス語のなんか動詞活用表とかフランス語初歩入門みたいな、もうネタ本がいっぱいここに あって、でここに「イルヌフォーパールカルデ」って見なくても書けるよみたいなこと言ってるんだよね。必死になってフランス語で書いたみたいなことを皮肉ってんだよ。これ多分自分が翻訳やらせてもらえなかった恨みもあると思うんだけれども、どうなのこれ、自分より20ぐらい上の大人気作家を新人が好き放題ディスってるんですよ。この辺がさ、なんでそんな喧嘩売ってるんですかね。な、いや、そういうスタイルなんだよ。これがあのビアズリースタイルなんだよ。結構イケイケですね。イケ、このこういう必要のないエロを追求していくスタイルだろ。で、必要のない喧嘩をしていくスタイルなんだよこの人。でも結果、うん、この人気が出たんですもんね。爆発的に出ちゃったんですよ。サロメといえばワイルドというよりビアズリーになっちゃったんですよ、うん、先見の目がね。だからビアズリー、これビアズリーが何です、何の先見の目があったの。クジャクとか全然一見関係ないのをぶち込んでますけど、うん、新人の若者がなんとか新しい印象に残るようなことをしたいなっていう、アートとしてこう何か、なんかみんなの印象に残ることとか、やっぱ爪痕残したって残したいのか、うん、なんか俺のスタイルは今後売れるんだみたいな、もう貫いてる感じはすごい。貫いたんだ よ、 しますよ、ね、貫いて勝ったんだよ。死後にクジャクの勝利ですよ、ね、まあクジャクが勝ったんだが、クジャクが勝ったんだか何が勝ったんだか分かんないけど、だってもうサロメって言えばこのイメージになっちゃったんだもん。オスカー・ワイルドの戯曲読んだことない人でも、うんうんうん、この絵は見たことあると思うんだよ。そうですね、ぐじゃぐな、うん、勝っちゃったんですよ。で、実際、うん、当時もそうだったんですよ、うん、なんでこのオスカー・ワイルドのサロメの英語版が話題になったかっていうと、うん、ビアズリーの挿絵で話題になったんだよ。そうなんですね、うん、だから逆に本文が挿絵の添え物になったと言われまで言われたんだよ。でワイルドとしてはサロメを乗っ取られたぐらいの気持ちなんですよ。これワイルドの名誉のために一つ言っといてあげるとね、ビアズリーの挿絵のイメージが勝っちゃった理由の一つは、肝心のサロメの劇が上演できなかったっていうことに一つ理由があると思うんだよ。できなかったんですか。できなかったの。というのはワイルドはもともとは1891年にパリでこの戯曲を書いたんだよ。当時のパリで、大人気の女優って誰だったか覚えてる？サラ・ベルナールですよ、はい、サラ・ベルナールが次の年にロンドンで公演することになってたんだよ。で、いいわねと、これじゃ あの次の私のロンドン公演であのぶち上げましょうみたいな話になったと言われてるんだよ。ところがロンドンはどこだ、王立劇場かなんかでやるやつやったんだけど、そこにその話を持っていったところで、じゃあ台本見せてっていうことになって、そこでダメが出たんですよ。あら、上映禁止って、この劇はダメですが出たんですよ。なんでだと思う？
やっぱり検閲、まあ、検閲なんだけど、どこが引っかかったと思う？さっきと同じですけど、ヨハネの扱いですか？そうなんだよ、うん、そうなんだ。みんなこれ7つのダンスベールのダンスとかがエロいからだと思われてるんだけど、理由は聖書の人物を舞台で演じてはいけないっていう規則が当時のイギリスにはあったんだよ。そうなんですね、うん、別にエロだからとかあれとかっていうのはなくて、そもそもこの選者聖ヨハネを出すこと自体がアウトだったんだよ。1931年まで上映禁止になっちゃったんだ。だからイギリスで公式にずっと上映できなかったんだよこれ。結局サロメの劇っていうのが初めて上演されたのってパリで、結局1896年に上演されるんだよね。その時の写真がこれなんだよね。わ、リアルですね。これは、なんかリナ・ミュンテとかっていう女優が演じた。ところが1896年にはオスカー・ワイルド牢屋入っててこの劇を見ることもできなければ、この演出に口出すこともできなかったんだよ。やっぱりみんなこっちのビアズリーのこっちのイメージに引きずられちゃうんで、だからでイギリスでは上演できないでしょ、うん、でワイルド97年に牢屋から出てくるんだけども、もうイギリスいられなくなっちゃって、うん、あちこちさまよってるみたいな状態で、うん、で他の国でしか上演できない。1901年にはドイツでマックス・ラインハルトがっていう有名なあの演出家がいるんだけど、その人がやるのね、うん、それをベルリンで見たリヒャルト・シュトラウスが1905年にオペラのサロメを作っちゃうんだよ。でもう以降そっちの方が有名なんだよ。オペラのサロメは上演されるけど、劇のサロメはちっとも上演されないっていう状態になっちゃうんだよね、うんうん、ちなみにリヒャルト・シュトラウス本人が、うん、サロメはこの女性しか歌い手しか考えられないって言って抜擢したのがこの人なんだよね。これフィンランドの人の愛のアクテっていう、うん、これリヒャルト・シュトラウスがもう この人をイメージしてサロメを作曲したっていういう人なんだね。だからもうこれでオペラの方が有名になっちゃって、もう劇あんまり上演されなくなっていくと。さらに1908年にはロシアでミカエル・フォキネっていう人がバレエ化するんだよ。あ、そうですか、うん、でその時の衣装を担当したのがシャガールの師匠で、後にロシアバレエ団の衣装を担当することになるレオン・バクスト、これバクストの衣装で、この時にサロメを演じたのがやっぱり後にロシアバレエ団で活躍するイーダ・ルビンシュタインっていう踊り子がサロメを演じたのね。全然ワイルドと関係ないところでどん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 話が進んでっちゃって、オペラやバレエになっていくっていう、まあ、そういうのもあってやっぱりビアズリーにのイメージの方が強くなっちゃったっていうのもあるとは思うんだよね。ちなみにあれですよ、イギリスは1931年まで上演できなかったから、うん、日本の方が先に上演して、そうなんですね、うん、日本は1913年にかの松井須磨子さんがサロメやってますから、元祖整形女優、お芝居としてそう、これは島村宝月先生のあれでやってますからね。この時もうね、日本ではビアズリー大ブームなんだよね。ビアズリーの絵もだから、やっぱこれ紹介するときもこの絵と一緒に紹介されたりということで、やっぱりインパクトありますね。そのぐらいの作品をぶちかましたわけですよ、うん、東大の人気作家オスカー・ワイルドを食うぐらいの、うん、ところが、うん、それがあだになるんですよ。あら、後々なんでですか。次回ですよその話を、はい、そもそもビアズリーってどんな人みたいな話全然してないからな今のところ確かにちょっとそれも含めて次回またちょっと、はい、お話ししてみましょう。はい、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします